天正10年10月15日、羽柴秀吉は織田信長を送る大々的な葬儀を羽柴秀勝を喪主に行った。爪置きは抑留され参加できなかった。抑留されます。葬儀では棺の前に池田輝政、後ろには秀吉の養子となった信長の四男の秀勝、位牌を持つのは信長の八男の長麿、そして太刀を秀吉が配置した。配置します。岩長秀は名代を3人出した。柴田勝家は不参加。後継者に選ばれた三法師ではなく織田信長の四男であり羽柴秀吉の養子師であった羽柴秀勝が喪主を務めたことに激怒したという。信孝は三法師を安土へ移す約束を実行しなかった。10月28日、京都で秀吉、長秀、常興が会合し、信勝の織田家家督相続を決定した。決定します。信孝と秀吉の対立は次第に深まり、信孝は柴田勝家、滝川一益と連絡を取り合い、挙兵の計画を進めた。